今から歌を歌います。私は、まあ、そう、今日の企画はドラえもん、ドラえもん。すごい、めっちゃすごい、これすごい、結構いい企画かも。あ、すごい、すいません、ありがとうございます。すごいですね、でも八まで入りましたね、ファミリーに。はい、というわけで今日はまなみちゃんの路上ライブ一日密着していきたいと思います。すごい、本物。え、ウルトさん本物だ。ハチ公、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 情報が、情報が多い。ちょっと一回離れましょう。え、でも3連休だからかやっぱ人は多いですね。今日すごいな、これ、うんうん、今から歌を歌います。私は、まあ、そう、今日の企画はドラえもん、ドラえもん。え、今日やばいっすね。すごい、でも人がめっちゃ高い。その大久保公園に女の子が超立ってるし、男の人も超いますね。ちょっとじゃあハチ公、ハチ公、ハチ公さん、ハチ公さん、なんとハチ公も来ました。ちょっともう情報が、はい、じゃあ改めまして、はい、今日はまなみちゃんがさ、以前路上ライブでちょっとチップもらったりしてやってるって言ったんで、うん、ゆうたがあのちゃんとアンプとかマイクをね、マイクも用意してくれて、じゃん、すごい、ガチ路上ライブを3連休初日に。すごいっすよ、人、多分人だかりできますよ。これここでやったらどうすか。いや、ま、ずやばいやばいやばい、怒られる。そうするババアがあそこにいるから。そう、向こうでやった方がいい。そう、あっちのハンバーガー屋さんのいるもん、いるいるいる、あそこでやった方がいい。このみんな噂を聞いて大久保公園のどうなんだろうって言って見に来てる人もいっぱいいますよね。あ、観光気分で見てるっぽい人めっちゃいますもん。3連休初日ってことで、え、ちょっと見に行ってみようぜ、で見てる人多分いっぱいいると思う。さっきすごかったですね、あの瓜田さんの。私ブレイキングダウン見てたんで、ウリタさん、生ウリタさんはちょっと感動しました。確かに、はい、いかつすぎません。え、でもめっちゃ、めっちゃ見てたんで、めっちゃファンです。活動は応援しています。ウリタさんいました、ウリタさんいました。おー、ハチ公おはよう。ハチ公さんですか、これちょっとカシャーンってできます。カシャーンで、はい、くるくるくる。何これ、よくわかんないです。そんなこんなでも多分ギャラリーの人もめっちゃ多いんで、もうすでに撮影してるだけでざわざわ見てる方もいらっしゃるぐらいなんで、早速やっていきたいと思います。じゃあライブの場所行きましょう。向こう、怪しすぎるんだって。ペットって聞いた。誰を、ハチ公さん。すごいひどい言い方する。だってペットって言うのもいつも、うん、ちょっと手つなって。ここでいいですか。すごい、やば、あ、いいね、いいね、西川かなとかいいね。じゃあちょっと、じゃあ私たち、なんてなんて、もうファンの人いる。ファンの人いる、もうここに座ってる。あ、そういうこと。めちゃいじってるじゃん。え、でも初めて見るんで、路上ライブとか立ち止まって見るみたいななかったんで。確かに超新鮮。街でやってる路上ライブとかも上手だなって思う人いても、立ち止まって見る機会がないから。そうですよね、めっちゃ新鮮。しかも結構その気というか、やる気というか、漫才でなさそうな。すごい。アカペラ。恥ずかしいな、なんか。でもうちらが見てるから大丈夫。東横キッズたちもあれでなんか歌とかラップとかしてました。やってました、やってました。ああ、あそこでもいいかもしれないですね。あれ怒られなかったですもんね。もう歌っていいの。はい、とっとく、はい、ララ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 ラ。すごい、親心。じゃれていてからまだ、あ、西野カナですね。5分も経ってないのに、場所が同じだったら時計に邪魔されなくてもいい。会えない時間にも愛しすぎて、なんかすごいオーディションみたい。歌舞伎町リアルですね。どんなことでも乗り越え、バラシで奈良ちゃんどう、おのの今から迎えに来た。ファンの人がいるぞ。もうファンの
見えたら、ね、どれ幸せだろうか、スポンジュルセルリンジ。めっちゃ頑張って歌ってるわ。すごいっすね。なんか歌舞伎町のように響き渡ってる感じがエモいまであるよ。いや確かに、うん、なんかちょっとずつ喉開いてきましたね。ライブっぽくなってきた。なんか歌舞伎町のさ夜にさ大久保公園の横で歌が流れてるのがすごい。ずっと君だけの二人。普通にうまいよ。いや、うまいっす。エコーとかがさ、ないからあれだけどさ、上手よ。でも乗り越えられるよ。誰よりも君のことを愛してるよ。あ、今日集まっていただきありがとうございます。歌舞伎町まなみで検索してもらえればYouTube にいっぱい出てくるのでよかったらぜひ見てください。すごい。よかったらチップお願いします。今は西野から向かったんで。いい波乗ってるね。いや、まだ早い。いい波乗ってるね。歌えない歌えない。なんかみんなが分かるような曲がいいんじゃない。グリーンの。あ、すごい。すいません、ありがとうございます。すごい、やった。ゲストです。すごい。すごい。だって1曲で1000円ですか。うん、すごい。それも大切な僕らの日々、思いを届けと伝えた時に。確かに大久保公園の周りでやったら結構カオスになりそう。ダイラちゃん感動してる。感動してる。ちゃんとチップもらってたしね。そう、聞いてる人もいっぱいいるから、うんうん、結構集まりいいんじゃない。最後の一秒まで。以上です。以上です。いいっすね。ねえ、なんか、あの、意外に真剣に歌ってて、し、普通に上手です、うんうん、アカペラで上手だし、あ、聴いてられますね、うん、結構歩いてて立ち止まってくれる人も多くて、なんか路上ライブの凄さを実感しております。ですね。うん。あやちゃんはすごい上手かったと思う。上手かった。あ、ゴキブリ言うそこに来て。うわっ、うわっ、まなみちゃん登っちゃった。あ、最悪、最悪。あ、カメラ、カメラ、カメラ、もう最悪。うわ、飛んだ、飛んだ。次の曲は、次の曲、なんかリクエスト。歌いたい人。何でも歌ってくれる。何でも歌ってくれます。いや、何でも歌えない、何でも歌えない。エミネムが得意です。糸もう一回。糸もう一回。玉置浩二が聴きたい。あー、田園。玉置浩二。みんなからみんなからリクエストまで来ちゃってますよ。え、歌えるの。玉置浩二歌える。歌えない。じゃあ次何の曲歌う。AKB とか。あ、じゃあ AKB 行こう。サビのトップライン、今日誕生日の人がいると思うんで。はい。今日誕生日の人がいると思うんで、今日誕生日の人のために歌います。授業終わるベルが鳴ったら、すごい、すごい。目が起きて知らせて答えない。ハッピーハッピー。めっちゃすごい。すごい、これすごい。結構いい企画かも。めっちゃ集まってますよ。見てください。お誕生日おめでとう。めっちゃすごい。ありがとうございました。 AKB ホテージの涙サプライズでした。ユリーカ歌おうか。まなみちゃん、ユリーカ歌おうか。夜遊びのアイドルがいい。アイロちゃん歌うの。アイロちゃん歌うの。うん、全然歌っていいよ。あゆ歌ってよ。やだよ。あゆ歌ってよ。あゆちゃん、やだ。いつもの青より思った。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。着実にお金稼いでますよ。だって今もう分給っていうんですか。だって3曲ぐらいですよね、はい、時給換算したらすごそう。確かに。新宿歌舞伎検査クリニック。いろいろやってくれるじゃん。性病とか。
はあ、そこの目の前で、そこ、ね、ここがだからエモいんじゃないんですか、ここで一生懸命歌うっていうのが。確かに、なんか今までの思い出のさ、あのなんか過去の動画、なんかそうちょいちょい途中途中なんか DV みたいに作りたい、そうそうそう、この歌っていう流れの中で、あの昔のあれじゃ隣でパラパラとかやっていい、悩みの数だけ笑って痛みの数だけ愛もらって涙の何かリクエスト曲とかあれば教えてもらえたら歌います。みゆさん戻ってきた、なんでよ、え飲んでたの、お金は電子論かな、飲み終わりの、あ聞いてない、あ聞いてない、好きだよすごい、アイラちゃん歌わないの、ノンストップでお水休憩もせずにずっと歌い続けるっていう、すごいよ。まあ普段から路上ライブしてるだけありますね。やっぱ普段はさ何もマイクなしで歌ってるわけじゃないですか。今日はマイクあるからまだ歌いやすいですよ多分。歌いやすい。ね。歌いやすい。初めからそう諦めてしまったら僕らは何のために生まれたのか。これこそさ、あのワルミちゃんがめっちゃ好きなあのホストの子なんだっけ、プリンスコアとかってさ、なんか10万円とか置いてたらかっこいいのにね、かっこいいでしょ、呼んどけばよかったですね、まなみちゃんが一生懸命撮った時ピョンってお金置いていくみたいな、すごい今イケメン風な男の子とアイラちゃんが喋ってて、ハチ公が誰っすかって嫉妬してます、こうやって歌うところを撮ってほしい、かわいいっすね、うん、はい、これで路上ライブ終わります。まあ私は一応インフルエンサーとしてこの歌舞伎町でまあ有名なんで、よかったら皆さん歌舞伎のマナミンで検索してみてください、ありがとうございました。なんか MC 慣れしてますね、うまいじゃん、 MC 慣れてますねアイラも言っていい、歌舞伎町で YouTube や TikTok に出てインフルエンサーやってるアイユチアイラです。皆さんもこれからもアイユチアイラの YouTube 見てください、 TikTok やらお願いします、オフ会とかもやるんで皆さんも来てください、宣伝会大事大事、歌って一曲サビだけ、サビだけ歌ってね、サビ歌えないよ、10月6日にオフ会やるんで、さ15時半にアルタ前に集合してください、アイユチアイラです、イエーイ、はい、というわけで路上ライブから帰ってきました、はいはい、まなみちゃんお疲れ様、ありがとう、でもなんか想像以上にすごくなかったですか、そう、まなみちゃんやるじゃん、しまなみちゃんが一生懸命歌ってる姿にちょっと心なしか感動したし、これ結構ガチで、し人も結構集まってくれたりとか、まあ、もちろん酔っ払いの人とかがウェイって酔っ払って集まったというのはあるけど、すごくないですか、想像以上、俺正直あの受け狙いでこの企画考えたんだけど、そんなもので収まらなかった感じですよ、なんか歌舞伎町にいつもいるまなみちゃんが、ホームレスまなみと言われてるまなみちゃんが歌舞伎町の路上で一生懸命マイクで歌を歌うっていう姿がね、うん、絵になってました。立ち止まる人たちもなんかこう風情があったというか、仕事に終わりにね酒飲みながら、うん、ウェイウェイって言いながら盛り上がってる姿が、エモいって言ってましたよね、セリさん、うん、超エモかったです、風もいい感じに吹いてて、エモいってどういう意味、なんていうの、なんかググったらしい、心が揺さぶられて何とも言えない気持ちになること、あエモいです、エモい、エモかった、心揺さぶられて何とも言えない気持ちになりました、うん、ごめん、なんか最初ちょっと半笑いみたいな感じでやってたけど、結構舐めてる、かっこよかった、普通に、うんうん、ちゃんとチップもらってたしね、あまたやりたいね、うん、でも本当に3曲ぐらい当たった時点で2000円ぐらいもらったんですよ、うん、それって普通にすごくないですか、うん、すごいと思います、15分で言うたら15分以内か、3曲だから、うん、2000円稼いじゃってるってことでしょ、アルバイトの人が900円時給で3時間働いた以上ですよ、すごい、8かもしれない、たどり着いた、ハチ公にもうなんか愛着が湧いてきてるカメラマン、ゆうたさんですね、はい、僕好きです、息子のような感じになるなんか、ちまなみちゃん途中からさ振りを踊ったりとかさ、お手振ったりとかしてて、うん、すごい良かったよ、どうだ、ありがとう、うん、まなみちゃん楽しかった、楽しかった、やっぱマイクがあるだけ楽しいんじゃない、普段普通に歌ってるから、出ます、ハチさん
よかったら感想とかいただきます？あ、そうだそうだ、ハチさんも来て。スペシャルゲストのハチコウさんです。ライラちゃんの隣に座っちゃった。マナミちゃんこっち行く？ミユさんもいるんですけどね。すごいすごい光景ですね。いや豪華、なんかどんどん増えましたよね。なんか人がファミリーがもうはい増えましたね。ブーチャンネルファミリー増えましたね。いやーすごい、なんかちょっと話飛んじゃうんですけど、葵がいなくなってから、ああどうしようってか言いながら、こうセリノさんとりあえずちょっと最初絶対叩かれるけど出てとか言って結構経ちますけど、早くもですよ、はい、確か私11月とか12月とかから入ったのかな、はい、だからもうすぐ1年ですよ。ですよね、セリノさん来てから1年祝いですね。なんかこうまたお祝いしてくれるんですかまた増えたファミリーたちが今度より一層豪華なお祝いっていうのもあるんじゃないですかね。すごいですね。でも8まで入りましたねファミリーに。どうでした、まなみちゃんの路上ライブ。もう歌のレパートリーが素晴らしいですけど、うまいですね本当。リクエストとかさ、くれるお客さんとかにリクエスト答えられるように、うん、なんかいろんな聴かない曲とかも聴いてもいいかもね。まあでも途中玉置浩二さんをリクエストされた時はさすがに知らんやろとか思ったけど、でもあそこでそれこそ玉置浩二歌いだしたら超エモいですよ。エモい、かっこいい田園って言われてたよ。田園って知らない？わかんない。いいしからおけとばし、俺が下手くそだから分かる練習しといてよ、だいぶエモいと思う。田園田園、ハチさんがバイクで迎えに来たことの方が突っ込みたくなっちゃいますよ。いやそうですね、アイナちゃんのお迎え優しいね。てかハチ公バイクの免許あったんすね。全然乗りますよ。でもアイナちゃんも電車でさ結構な距離をずっと行き来したから、送り迎えで楽というか、うん、ありがたいよねそれ全然しゃべらないねどうした、え、喋らなくなっちゃった。やっぱカップル共演は照れますか？いや照れないよ。あ、もう慣れた。でもセリノちゃんとかマナミちゃんもそういう日を楽しみにしてますよ。いや私もやりたいです。私カップル YouTube もともとやりたいし、うん、夫婦チャンネルもともとやりたいって言ってんだけど、なかなか相手がなくてできてないから、その時はファミリーに入れてくれますか、私の彼氏か旦那も。いやもちろんですよいいですか？いいですよ。じゃあ彼氏か旦那ができた時はファミリーに入れてもらって、ここの私の横に座ってもらいますね、はい、あ、私も入れてほしい。あ、彼氏か、だからすごいすごい食い気味でまずはでもどっちか一人選ばなきゃダメですよ。確かに彼氏か、だからラストしたら B 君の方に YouTube 出てって言われてる。ん？ YouTube 出てほしいって B 君の方に、うん、言われた？言われた。出たらいいじゃないですか。どの YouTube？ なんか新しく立ち上げたらしくて、うん、お店の YouTube に出てほしい。へえ、まあでも路上ライブありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか感動しました。もうありがとうございました。いいものを見させていただきました。はい、またこれちょっとね、なんか年に何回みたいな、3回とかはいやりたいですね。そうですね、また次は冬とか、うん、それか年のせい、なんかあの結構年末って人がガヤガヤ、めっちゃ年末とかって人多いから、やるんですか年末？年末とかなんかクリスマスとか正月とかブーチャンネルやります？企画？正月？そうそう。あ、でも私なんかみんなであのサンタコス着たいって思ったのと、あのハロウィンの時にみんなで仮装したいって思いました。あ、じゃあそれやります。次ハロウィンですね。早めに多分31日に出したいから、うん、多分もう10月前半とか半ばにはみんなで仮装して、うん、みんなで忍びメイクと、うん、他何の仮装するかによるけどね。それかじゃあハロウィン、それこそコスプレしたよ、みんな渋谷行って、まあ、なみちゃん路上ライブとかしたら、アイラも歌いたい。歌いたい。あ、そこの時まで練習しといたら、うん、っていうか、なんかあのハチ公さんギターとかできないのかな。楽器は当選してみ、でもハーモニカとかでもあー、ハーモニカ行く？でも俺ボーカルなんですよね。ボーカルがいい。ボーカルなんて自分でボーカルがいいみたいおかしい、自分で歌ったボーカルなんか、いやいいね、アイラちゃんの座を狙いに来てるね。確かにアイラちゃん取られちゃうよ、座がハチ公に。え、でもなんか前アイラちゃんの YouTube かな、ハチ公の見た時になんかバンドを組んでやるとかなんか言ってて、応援したいなって思いました。そう、なんか俺今の見てちょっと今募集したいなって思ったんですよ。バンドメンバー、なんかギターか、うん、な何がいいかな。ドラム、ベース、ギター、ドラム、うん、なんかいたら次の路上ライブもっと豪華になるなと思って。すごい、生バンドってことですか？そうです、そうです、そうです。
なんで、あの、もしよかったら僕に DM ください。すごい、バンドメンバー募集してる。すごい、オリジナル曲とかも作れますね。はい、な、作曲頼んで、うん、人任せる。いやでも全然おじさんのオリジナルソングガチでしょ。それエンディングとかオープニングに使えますしね。あ、確かに、うん、オリジナルソング確かに、みんなでレコーディングして夢広がりますね。どんどんいろんな夢を追いかけていきましょう。ですね。なんかその朝倉みくるくんがダークアイドルっていうのやってて、はい、おーって思って、なんかその闇を抱えた子とか、いや、成り上がる女の子のアイドルグループを作ったんですよ、はい、でもうできちゃったんですよそれで。元キャバ嬢の子だったりとか、なんか結構いろんな苦悩を乗り越えた子たちのアイドルグループ作ったんです。へー、ライバルですね。いや、ですね。あ、まなみちゃん負けてられないね。うん、もっと上手くなんなきゃ。歌をボイトレしよう。ボイトレ、なんか肺活量の筋トレ、なんか途中から声の出が良くなったから。そうですよね、うん、なんか最初の1曲目はちょっと緊張もあってかあれだったけど、2、3曲目になんか喉開き出してすごい気持ちよく声出てた。うん、楽しそう。せーの、チャンネル登録と高評価とコメント待ってるにゃー。